ちょうどこの堤防を越えた反対側から一気に水がこの道路、さらにこの奥の住宅街の方まで広がっています。これコンクリートの蓋が浮いてしまってますね。街の至る所で冠水。さらにこの奥が鍾乳洞、観光名所でもあります龍泉洞になります。自分の声が聞こえないぐらいな大きな音が立てて、奥がさらにこれね、休憩所の建物ですけど、この建物の下の部分に水がもう来て流れてますね。昨日今年初めて日本に上陸し、岩手県を中心に東北地方を襲った台風5号。記録的な大雨をもたらしながらゆっくりと東北地方を横断しました。岩手県の沿岸部久慈市、一時河川の水位が避難所に迫る状況に。そして久慈市、久慈市内に鳴り響くサイレン。午前10時20分過ぎ、市内にある滝ダムの水位が上がったため緊急放流が行われました。激しい音を立て川へと流れ込む大量の水。めざまし8が取材したのはダムの下流にある幼い川です。久慈市内、こちらの幼い川が今氾濫危険水位を超えているということで、もうここから橋を渡ることを通行止めにして止めてますね。作業員が道路の真ん中に立って止まってますが、ただこの奥、川のすぐ脇の道路が相当100メートル以上にわたって冠水してますね。今車が奥の方から何台か来ていますが、大型のトラック、それでも前の方タイヤが隠れるぐらいの水の量です。このすぐ脇に幼い川が流れていまして、こっから下河川敷に向かえるようにこうスロープになっているんですが、もうそこから下が水が来てますね。ここから見ても奥、橋の真ん中の橋脚、氾濫危険水位と書かれた赤い線のもう本当ギリギリのところまで今水位が来ています。これ川の水が溢れてるんですかね。ちょうどこの堤防を越えた反対側から一気に水がこの道路、さらにこの奥の住宅街の方まで広がっています。駐車場でしょうか、もう辺り一帯が大きな湖のような状態です。今奥から来る車、もうボンネットのギリギリのところまで水が来ていますね。この時点ではまだ通行止めになっておらず、水の深さが分からなかったのか、そのまま通過していく車も。周りもじゃあ冠水した状態ですか。そうですね、うちの正面には水来ます。雨はすごかったですか、当時は30分ぐらい前。そんな小ぶりでしたよ。急にじゃあ一気に来たってこと。そうですね、そんな感じですね。大変ですよね、今お盆でね、帰ってきてる人も、帰省客の方もたくさんいらっしゃるでしょう、ちょっとね、タイミングが悪いというか。30分前には小降りだった雨が大雨に変わり、一気に冠水してしまったといいます。浸水を防ぐため土のうを積む人の姿も。河口にもちょっと入ったことがあったりして、入らないように土のうを積んで対策しているような感じです。あとこのタイミングところはいかがですか、ね、帰省する方も増えている中で、戻る方にも影響があるかなっていうところで、タイミングが悪いなと思います、ね、この取材中もサイレンが鳴り響いていました。またですね、これもダムの放流です。ダムの放流の、はい、これは滝ダムですか。滝ダムの放流です。この音が響いちゃうと、はい、ちょっと夜も鳴る可能性があるのでちょっと怖いなって思います。
こちらの下を流れる小本川ですが、今も氾濫危険水位を超えているということで、周囲の方本当に警戒をしているんですが、水位で見ると橋脚のところ3メートルの下ぐらいのところまでぶつかった川の水が上がってますね。かなり濁った水、こちらも相当な勢いで流れて、やはりこう大きな木などもね、今も流れてきていますね。岩手県岩泉町を流れる小本川、普段は穏やかに流れる川ですが、降り続いた雨で水位が上昇。川がカーブしているところ、道路はこれえぐられてますね。右側のこれ排水溝の部分が宙に浮いて、さらにその奥の地面も削れています。今もまだね、水がどんどんとこの削れた部分に流れています。当然もうここから先通行止めになってますよね。左の方はこれ下の部分がなくなってしまっているので、こう大きく波打つような形になってますね、アスファルトが。そしてお盆期間が繁忙期という有名観光地にも大きな影響が出ていました。岩泉町の山あいの地域流れている川なんですけども、もう相当大きな音を立てながら、かなり激しい勢いで流れていますね。時折こうゴツゴツと岩と岩がこうぶつかる音が響いてますよね。すごい音してる。この奥が観光名所でもあります龍泉洞になります。水の透明度が高いことで有名な龍泉洞、日本三大鍾乳洞の一つで、道内のコウモリとともに国の天然記念物にも指定されている人気観光スポットです。道内ではドラゴンブルーとも呼ばれる美しい地底湖の水を見ることができます。龍泉洞の水が流れ込む志津川沿いの遊歩道もおすすめスポットです。普段は穏やかな水の流れと豊かな自然が広がるこの場所が、一晩で一気に増水し通路が冠水。昨日は朝から閉鎖となりました。まもなく午後3時、これでもまあ雨が止んで川の水位も相当下がったということなんですよね。今日はこの辺り規制線が引かれていて、まあ、立ち入りが禁止されています。この奥がまさに鍾乳洞の入り口になります。観光客が多くここから中に入る、まさにこの場所、今奥から大量の水が出てきています。もうとても中歩くことができないぐらいの量、激しい勢いで水が鍾乳洞奥から出てきています。溢れ出た水がこれ向こう側の遊歩道につながる橋、その上を通ってますよね。かなりこう水しぶきが上がっている影響もあって、周囲が霧がかったように真っ白になっています。すごい勢いですね。ここは無料の休憩所になるんですが、下の方まで水が流れています。鍾乳洞からの水と山の上からの水がちょうどここでぶつかり合っています。結構もう自分の声が聞こえないぐらいな大きな音を立てて、奥がさらにこれね、休憩所の建物ですけど、この建物の下の部分に水がもう来て流れてますね。地底湖の方から、増水して、通路を伝って出てきているという状況です。龍泉洞は去年も大雨で水量が増え、8月14日から9月1日まで閉鎖。今年も台風に見舞われ、2年連続でお盆期間中の閉鎖に追い込まれました。完全に営業が再開になるのには3週間ほどかかりました。お盆期間中ですとやっぱり2万人以上ですね。で、8月でいけばやっぱり5万人以上見込めるので、大変ちょっと
残念なところです。東北地方に大きな爪痕を残した台風5号。さらに関東へ接近する可能性がある台風7号が新たに発生しました。お盆期間中の気になる天気、いつどこで警戒が必要なのでしょうか。昨日の夕方以降はもう雨なども上がっています。こちら岩手県の岩泉町、山間部を流れるこちら志津川ですが、昨日に比べるとかなり水位自体も下がってきています。ただね、茶色く濁った勢いは激しいままとはなっています。で、本当にこの志津川の目の前にあるのが、先ほどから VTR などでもお伝えしている観光施設、鍾乳洞にあります龍泉洞という場所になります。龍泉洞自体でこれ洞窟地底湖になっていて、この周り自体は山なんですよね。なので降った雨がすべてこの地底湖に溜まっている。ただ今回大雨の影響でそれが許容範囲を超えてしまって、これだけの勢いで流れ出ている。この洞窟の出入り口以外にも脇の建物の下からもこう水が流れ出ているんですよね。本当にですね、今回その勢いが強い状態が続いていて、ここから先に入るともうちょっと足を取られてしまうぐらいの勢い。これが一夜明けた今もこれだけの勢いなので、本当に昨日にかけてはね、どれだけの大雨だったか、これを物語っていると思います。で、施設の方によりますと、ピークの時はこれ2メートルぐらい水位があったということで、そこに比べれば少し水位は下がってきている。ただ当然この状態なので営業はできないということで、お盆例年で言いますと2万人以上の方が、観光客の方が訪れるということなんですが、当然今ね、そういった予約などをねキャンセルする手続きなどを取っていると、観光業にも今回台風5号大きな影響をもたらしていますよね。吉行さん、絵だけを見ていると、そんだけの冠水をしている場所の近くに立っているのを見ると心配になってくるんですけれども、水の勢いというのは収まってはきているんですか。そうですね、本当にもう当初は施設の方によると、もうこの建物の出入り口の上のところまで水があったものが、ここまで下がってきているということで、ただやはり施設の方によると、数日間はこの水は引かないんではないかという話ですね。観光であったりとか、もしくは宿泊のキャンセルとか、他に被害とかっていうのは出てるんでしょうか。そうですね、どうしてもそういったところの影響、今後出てくる可能性もあるんですけれども、人的被害というところでは言いますと、町の中では住宅で個別にかけているような橋が流されてしまって、今2カ所、3世帯9人の方が一部孤立状態にはなっているということなんですが、一応連絡も取れていて安否、無事だということなんですけれども、影響というのはまだまだちょっと長引きそうですね。今後どうなりますか、天達さん。はい、この後 の雨雲の様子を見ていきたいと思いますが、この後岩手県内は局地的な雨が中心になりそうですね。で、熱帯低気圧変わったんですけれども、まだこの辺りね、うろうろしてるんですよね。ああ、そうですか。なので北海道もちょっと注意が必要で、まだ結構雨降ってますもんね。はい、そうなんです。で、動かしていきますと、今日の夕方にかけても特徴はですね、同じような場所で雨が降るというのが、また同じ場所でですね、ざっと強い雨ではないんですけれども、長く降り続きますので、また今度はですね、さらに地盤が緩んで土砂災害の危険が高まります。で、岩手県内も一部こうやって黄色く活発な雨雲が出てるんですけど、はい、ここだけではなくて周辺で強い雨が降る可能性があります。で、特にですね、北日本ではこれから1時間にまだ30ミリから40ミリ、これだけ降りますと、もう車を運転しててもですね、ちょっと危ないなって感じるぐらいの局地的な雨なんですよね。なのでこの後冠水にも注意が必要ですし、東日本、関東などでも今日は内陸や山を中心に雷雨になりますから、下流部では川が急に増水する可能性があるので注意が必要になってきますね。さあ、そして心配なのはですね、最新情報が入ってきました。先ほど発生した台風7号なんですけれども、はい、この進路が入ってきたんですね。で、この7号は本州のかなり南の海上で発生しているんですけれども、ちょっと嫌な位置で発生していまして、これにこう重ねて進路を見ていきますと、今はそれほど勢力が強くないんですが、15日木曜日あたりから赤い暴風警戒域入ってきますね。風が今回は雨だけではなくて強まる予想になっています。かなりでも上陸するかしないかギリギリのところですね。そうです、中心を通ればわずかに関東の東の海上なんですが、この円を見ると関東の東から、それから静岡県、長野県もかかっているような状況ですから、はい、この中に中心が入る可能性があります。特に木曜日から金曜日にかけて台風が発達して、通過してくる可能性があります。で、今回特に注意が必要なのがですね、こちらなんですけれども、
海面水温、これを重ねてみますと、はい、27度以上のエリアで台風が発達維持すると言われているんですが、この薄いオレンジのところが27度以上、これがもう東北のあたりまでかかってますので、ここまではずっと発達し続けた状態で来る、はい、可能性があります。でしかも、 もうぬるま湯のような状況で30度以上のところに今ありますから、この後はかなり発達すると。でこれ実はもうずっとこの状況だったんですけど、今年台風少なかったじゃないですか、はい、なんで今こんなに発生しだしているかというと、風がですねぶつかるようになって熱帯の海域で渦を巻きやすくなっている、風の影響というのがすごく実は大きくなって、はあ、今ちょっと量産体制に入ってきているような感じです、台風がね、はい、なのでこの後ポコポコとこう発生する可能性がありますので、まずはこの7号に注意が必要になってきます。これやっぱ回数がこんな高くなり続けてたっていうのは、はい、台風が発生しなかったことも影響してるんですか。あ、それもありますね。台風が発生するとやはりかき混ぜられますので温度一体下がります、はい、全く発生しなかったのでどんどん上がってるっていうのも一つありますよね。じゃあ本当じゃあ量産体制になる可能性高くなると、はい、そうですね、海の深いところまで暖かくなっているので同じような場所で発生する可能性があります、はい。ではこの後ちょっと見ていきたいと思いますが、実際の雨と風のレーダーで見ていきましょう。コンピューターの計算動かしていきましょう。7号この辺りなんですよね。でここから、まあ、火曜日あまり影響ありません。で小笠原にまずですね水曜日から木曜日あたり接近していきます。でここで小笠原は大雨暴風可能性が出てきます。で木曜日になると、これコンピューターの計算なのでまだこの後ずれてくる可能性はあるんですが、どうも中心から西側を通る予想を出しているコンピューターが多いです。上陸しそうですね、はい、この計算結果を見るとこれが金曜日の午前9時の予想なんですけれども、もうこの段階でこの通りに行きますと関東地方は風がかなりもう朝の段階で強まっていきます。でさらに動かしていきますと午前9時からちょうど U ターンラッシュのピークになってくる頃かもしれませんが、金曜日のお昼頃から夕方にかけてこの予想で見ると静岡県から神奈川県東京にかけてかなり接近する予想になってますので、今回の台風は先ほどの東北にいた大雨台風とはちょっと性格が違ってかなりですね勢力はその午後よりも強いです。で風もかなり強いので接近する前から暴風が吹く可能性がありますね。雨の量はどうですか。雨の量はですねまだ具体的に何ミリ降るかというのはまだ予想は出てないんですが、ただこの台風も夏台風で動きは遅いんですよね、はあはあ、って考えるとかなり広い範囲で大雨をもたらす可能性はあります。でちょっとこれそうですね、もう少しこれ寄って見ていきたいと思うんですけれども、これが午後6時の段階なんですけど、はいはい、ちょっと2面にこれできますかね。雨の予想が先かな、あ、こちらでちょっと見ていきましょう、はい、これが16日金曜日の、はい、こちらが谷波さん側が、まあ、朝の9時、でこちらが、ね、はいはい、午後6時でちょっとねこれ私もちょっと出すのを迷ったんですけど、だいぶまだこの計算結果に時間帯によってばらつきがあるので、必ずこの時間にここで降るっていうのはまだ決まりではないんですけれども、ある程度ちょっと目安として今の段階で見ておいていただきたいと思います。でも9時間経ってもあんまり位置変わってないですね、はい、そういうことなんですよね。まさにそれがポイントで、今回も動きが非常に遅いですから、もしこのコースを通った場合は関東地方ではかなり U ターンラッシュ、交通機関への影響が大きくなりますので、ちょっと外出が危険になる可能性もありますね、はい。そしてこの台風7号ですけれども、お盆期間中にということで移動の足にも影響が出てきそうです。各交通機関の混雑のピークとともに見ていきます。まずは空の便です。国内線では日本航空全日空ともに上りの便のピークは17日の土曜日となっています。続いて高速道路です。高速道路では今日から15日の木曜日まで上りで渋滞が予想されています。さらに鉄道ですけれども、 JR 東日本の上りは明日14日の水曜日、そして JR 西日本の上りは17日の土曜日がピークという予想になっています。天達さん、金曜日にも台風がということでしたけれども、はい、特に影響が大きくなりそうなタイミングどのあたりでしょうか。タイミング今16日の金曜日から土曜日になりそうですね、はい、でここはまだ少し幅を持って見ていかなきゃいけないんですけれども、ちょっと昨日の予想よりも若干動きが台風遅れていますので、金曜日からもしくは今後土曜日にかかる可能性があります。で今関東地方の予想かなり出てましたけれども、もし今のように進路の西側を通過した場合、今回大雨が台風5号で大雨が降った東北地方もその後土曜日にかけて大きな影響が出る可能性があるので、この後の進路は注目していきたいと思います。天田さん、僕土曜日花火大会があって、山形の赤川に向かうんですよ。あ、ちょうどまさに
はい、土曜日ピークの頃かもしれませんね。そうですね、もしかするとあの交通電車もストップしている可能性がありますね。飛行機も飛ばないかもしれない、はい、可能性はあります。